今日こんなの、はい、はい、こんなのをやってみたんです、はい、これは16タイプ心理機能診断というサイトで、はい、猫松さんというよく見てくださる方が、はい、僕が心理機能なんてないんだよみたいな話をしてる時に、はい、アスナロ男子という男の子2人がやっているチャンネルがあってですね、これが分かりやすいですと言って勧められました。はい、体調やられました？やりました。何タイプになりました？ ISTP です。あ、はい、なるほど、はい、あーって感じですか？内容を見るとまあ、あーって感じじゃないですか。これはこの通り、はい、心理機能の話をしていて、はいはい、私は1回目にやった時に、はい、ENFJ と出たんですね、はい、外交感情です、はい、でその説明を出そうとしたところ、はい、出ない出ないと思って、はい、あ、じゃあもう一回タイプ診断やれば、はい、その ENFJ の説明出てくるやと思って、はい、はい、今日やったんですよ、はい、そしたらESFJ、はい、質問って変わりましたっけ？一緒です。一緒だ。僕そこまでその前の質問とか覚えてないので、はいはいはい、でやったところ違うのが出たんですよ、はい、ほら見たことかと、はい、俺のことこんなん毎回違うやんけって、はい、バーナム効果やと思ったんですよ、はい、あ、でちなみにこの バーナム効果とは、はい、多くの人に当てはまることを言われているにもかかわらず、これは自分のことを指しているのだ、はい、と、感じるものだと、はい、いうところで、なんて言うんでしょう、僕はまあどの立場に立てば、はい、今考えていることを言うと、アスナロ博士さんの話をすれば、はい、チャンネル登録者が増えるのか。増えないですよね。あそこ僕たちと一緒で、はい、可愛い男の子が2人で喋ってわちゃわちゃやるチャンネルなんですけど、はい、ここもそうじゃないですか。はい、可愛くないからじゃないですか。体調頑張れよ、もっとビジュアル担当いやいやいや、美女担当ならおじさんですもん。最近ちゃんと体鍛えに行ってますか？最近行ってないです。もう行ってくださいよ、体調が頼りですって。いやいやいや、僕も髪の毛がないですもん。はい、でじゃあアクツナル白書さんで押すのはやめましょう。はい、はい、じゃあその検索に引っかからないですもんね。そうですよね、はい、うちがアスナル白書って入れても、はい、アスナル白書の不安は見に来ないですもん、ね、見に来ないですよ。じゃあやめます。はい、はい、じゃあ16タイプ心理機能診断、はい、今日出たのがESFJ と出てですね、はい、で、まあ、それを読むと、まあ、しっくりくるとこはしっくりくるんですね、はい、ただなんか積極的に手助けするって言われると、はい、いやそんなしないよと、はい、で多くの人と意思疎通を図るって言われると、はい、なんて言うんだろう、僕は、はい、特別な人って言われると、はい、嬉しい人なので、はい、いや多くの人と意思疎通ができては僕らしくなくなってしまうって思ったり、はい、趣味や価値観を分かち合うっていうと、はい、いやそこまでなんか人のためにって思ってないよとか。でも見るとそんな気もしますけどね。やってる、分かち合おうとしてる、なんで分かってくれないんだよってみたいな、とかこう多くの人と、今日もおばあさんが来たじゃないですか。来ましたね。来た時に、はい、要点聞かれて僕は要点だけ答えたら、はい、あそこにみたいな言いたくなりましたね。言いたくイオンに行けばすぐ近くにイオンありますよってみたいなのが、やっぱりこう多くの人関わりたいのかなみたいな。呼ばれてないのにねはい、呼ばれてない、あんまり呼ばれたいんじゃないですか。でまあこの ESFJ の嫌いのところを見ると、はい、ESFJ が嫌いと思っているのは、はい、周りの雰囲気になじまない人、はい、いや僕がよく言う、はい、空気読めよってやつですよね、はいはい、自分利益ばかり求めて気遣いない態度って言われると、まあでもみんな自分利益だよねとは、僕も自分利益だよって思ってるんですよ、はいはい、だと責任感のない意識、はい、だらしなくぼーっとした素振り、デリカシーのない発言、はい、この辺みんな嫌だよねって思うんですよ。まあそんなに責任感のない、他人が責任感なくても僕に影響なければ別に何も気にならないみたいな。でもこの同じ場にいるときにね、同じ場に行っても、はい、あ、なんか仕事で影響来るとかだったら、はい、カチンときますよ。そうですよね。でも影響なければ
まあ、好きなことやってても何の問題もない。ここには影響なければなんていう文は書いてないですよ。影響あればなんて文も書いてないです。確かに確かに、はい、だらしなくぼーっと素振りなんて別に何も気にならない。仲間でおいって思いません？思いません。だから影響なければですよ。僕は僕に影響がなければ何も思わないですよ。デリカシーのない発言なんて、はい、お前ちょっと空気読めよってまあ、ね、喧嘩が勃発して、あでも例えば隣の部屋で、はい、とか何も気にならないです。隣の部屋でなんて書いてないですか？書いてないですけど、まあ、例えば僕に対して言えばカチンとくるかもしれないですけど、っていう僕を指してね、はい、例えばあなたの特徴って出るんですよ、はい、読むじゃないですか、はい、人並みには親切、うん、はい、たまに自制する、はい、必要な時は働く、はい、一般的な感覚、はい、それなりにちゃんと、はい、ふと何かを思いつく、ちょっとだけ現実主義、はい、微妙に短絡的、はい、どこも褒めてないんですよそんなもんじゃないですか。別にディスってもないですよ。いやいやいや、ちょっと微妙に短絡的でちょっとだけ現実主義で、別にちょっとだけそれなりにちゃんとって、別にディスってもないじゃないですか。成功できる要素一個もないじゃないですか。僕もでもそんな感じですよはぁと思って、はい、別にディスってるとも思わないですけどね。でこのそれなりにちゃんととか、それなりですよ、それなりですよ、僕もそれなりにちゃんとぐらいの感じですもん。それを意識してる。あ、まあ、すごくちゃんとしようとなんてしてないけど、まあ、別にすごくは別に思ってないです。ちゃんとしなきゃみたいなことは全く思ってないけど、思ってないです。それはでもこうあんまりいい加減すぎると問題だから、ね、それなりにそれなりにちゃんとぐらいの、それはね、感覚です。一緒じゃないですか、はい、っていうので、はい、S の特徴じゃないですか。そうで普段多く出るのは N なんですよ。でも、はいはい、でそれが該当してるかどうか、自分自身に。でも僕は何て言うんだろう、その気持ちに引っ張られずにちゃんと読むんですよ多分そう、何て言うんだろう一喜一憂しちゃうんですよはい、そこにいい悪いはないので、該当するかしないかでこう判断をしないとあんまりピンとこないな、だったら多分違う可能性はあるのかなっていう。で、まあ、ここのサイトにはね、まあ、よく、はい、よくできてるサイトですよ、はい、でこのサイトを見るとね、タイプがコロコロ変わるのは、はい、なぜっていうのが出てくるんですよ、はい、診断するたびにタイプが変わる理由っていうのが出てきて、はい、そもそもタイプ論は第三者やプログラムがタイプ判定するものじゃないよと、はい、例えば赤と青どちらが好きというテーマに対して、あなたは赤が好きなタイプとは言いませんと、はい、好きな色は個人が絶対的に分かっていることなので、受け手は私は赤が好きですというのが正しいです。もうちょっと難しいんですよ。だからあの別に機械が言ってるわけじゃないですよって話じゃないですか。自分でどう思うか、自分が分からないから見に来たんですよ僕って何って見に来たら、決めて、じゃあ決めてくれよ。で決めるものじゃないって話ですよね。じゃあタイプ論ってなんだよ。自分で決めるんですよ。あ、そんな無理だよ。自分が分かってるはずでしょって。分からないから来てんの。他人が分かるはずはないって話ですよね。じゃあ一生無理だよ。っていう話じゃないですか。自分でどっちがしっくりくるかみたいな話ですよね。赤が好きか青が好きか。時によりますよそんなの。でも本当はこう今なんか空気読んで青って言ってんじゃないかみたいなのあるじゃないですか。あるこの場では青だよねとかはい、っていうのを多分考えていきましょうみたいな。体調傾向っていうじゃないですか。はいはい、傾向どっちもどれも濃いんですよ、はい、濃いと思ってるんですよ、はい、はいはい、じゃあタイプなんてねえよって、これちょっと短絡的ですけど、ね、でまあ2極じゃないみたいなのはあるじゃないですか。赤も青も好きだなみたいなっていう状況あると思うんですよ、ね、ありますよ、はい、そうするとまあ迷うことは出てくるんじゃないかなとは思いますけどね。でね、はい、回答する、 あとは回答する時の精神状態が大きく影響される。はい、まあそうですよね、はい、いい気分がいい時と、はいはい、仕事で嫌な時、はい、とかは、まあ、もちろん違いますよね、うん、はい、あとはまあ質問内容に対する受け取り方が個人によって違うからと。それはあると思いますね。
その受け止め方が変わることもあるじゃないですか。ここだいぶ違いますよね。だいぶ違いますもんね。その質問自体、質問の受け取り方自体が、これこの体ここで取り上げて、はい、ここの人がここに来てくれるといいですね、はい、はいはい、で使っていいですよとかだったら、はい、でもみんなでやりたいですね。また60問みんなでタイプ診断しようって、はい、あの問題のどうこの問題を捉えるか、はい、とか思いながらね、はい、でこういう問題も結局人が作ってるわけじゃないですか、はい、その人の感覚で作ってるわけじゃないですか、はい、F か T かを測る問題を考えようって言って、その人があこれ T っぽいかなみたいな感じ、これ僕が作ると、はい、まあまあトンチンカンですよね多分みたいな、なんかその感覚の違いみたいな、うん、のが出てくるので、その辺もまた変わったりするんじゃないかなとは思うんですよね。あとなんか読むと、はい、言い得て妙だなって思う人が ESFJ、はい、ENFJ ですよって言われるのは、はい、あーんとか思いながら、はい、でもなんかもやもやはするんですよね、うんうんうん、でそんなのねえよってやると、うん、ほら内向思考が足りてないみたいなって言われるとカッチンとくるわけで、その内向思考とかも、はい、こう相対的なもんじゃないわけじゃないですか。頭の良さって別にこのタイプの話なので、頭がいいから T みたいな話でもなくて、自分の中の感情と、まあ、F と T を比較して T みたいな話なので、 T の人と比較したらT っぽく見えないみたいなこともあると思うんですよ。心理機能って、心理機能ってだから自分の中の比較ですよね。 F と T みたいな、 FE と T、 こんなしょぼい争いしてんの僕の中で。その中でそうですよ、この中の話をしてるので、しょぼい。他人の見せたくない。他人の T との比較みたいな話じゃない。なるほど。はい。これで戦わなきゃいけないんですね、僕は。はい。まあこれでというか。で僕は今言いましたよ。はい。僕のPlease Understand Meが僕のモビルスーツこれですかって。はい。でもまあみんなそんな大差ないですよ。もっといいマシン乗してくださいよって言ってますよ。はい。不平等だって。はい。ガチャ失敗だってこれか、ガチャ失敗って言ってる人たちの気持ちは、はい、これか、ようやく今ライドできましたよ。でもまあ能力じゃないわけじゃないですか。能力じゃないって言われますよね、はいはい、じゃあ何なんですかね。だからどっちを好むかって話ですよね。じゃあどっちを好むかじゃなくて、僕は幸せになる方法が知りたいんですよ、はい、でそのためにはどっちを好むなんてどうでもいいんですよ。こんなのそのためには自分を知りましょうっていうのがこのタイプ。じゃあ分からないって言ってんのだから探りましょう、一生かけて探りましょうってエニアグラムは言うんですよ。見つからない、幸せがないわ。じゃあすいません、ちょ 茶番でしたかね、はい、これ皆さんの答え、回答の中に答えがありますよね。答えはないですよ多分幸せへの道が見つかりますように、はい、心理機能は場面場面で使うものが変わりますし、成長もしますね。成長したら抜いちゃうじゃん僕のこの差が。はい合ってるのかな。まあこの MBTI でいくと、はい、第一機能が通用しなかったのに第二機能みたいな話じゃないですか。あ、補完するやつですね、はい、っていう意味で言えば別に第三機能が使えないわけじゃないみたいな。ああ、まあ使えるように、はい、意識して使えるようになるよっていうのは、はい、あ、何度も言ってたような気がします、はい、ソシオニクスとか、はい、MBTI の時に、はい、あの使えないわけじゃないよ苦手な機能は、はい、使えてる人を見て、はい、参考になる部分もある。参考になる部分はある、うん、まあ、ここですね僕の中で言うとあ、確かに、まあ、16タイプ心理機能ではグラフが大事ですっていうのは見たことがあります、はい、聞き手が変わるか否か、まあ、確かに左手も使えるようになるって、はい、あのおっしゃってましたもんね、はいはい、50代ぐらいで真ん中に寄ってきますと50です、はい、はい、まあ、協調性、他人に責任感は求めてないと、はい、あ、そうなんだ。責任のない発言とかはイラッとしますけどね。今は同じ仕事をしてるのを見てます、はい、あ、想起する場面が違うのか、想起する場面が一緒でもそうなのかな。協調性も会社の中だとした、はい、して、はい、協調性っていうと一緒にご飯食べに行こうよみたいな。あ、それは別に求めてませんそれも協調性じゃないですか。
あいつみんなでご飯食いに行くのに一人だけ、ただなんか社長が気分良さそうにみんなでご飯行こうぜ、はい、の時に、はい、私は結構ですみたいなっていうと、はい、あのお前言い方あるだろう言い方の問題、言い方の問題です。別に断るのはいい、は仕事、あ今印刷業とかやってるので、はい、まあ入校の前とかだったらしょうがないよね、はい、弁当は持ってきてるとか、あそれもしょうがないよねにはなるけど、はい、言い方はあるよねと、ダイエットしてるのでは、その言い訳食べ物変えればいいじゃん、はい、はい、